これからご紹介する作品は1995年にシルクスクリーンの版画で制作されたホアキン・トレンツリアドのバラの花の絵画です。タイトルは花咲く頃です。このシルクスクリーンの版画は、ホアキン・トレンツリアドが生前に描いた油絵の絵画を原画として、ホアキン・トレンツリアドの死後に制作されました。当然、ホアキン・トレンツリアドはサインができませんので、遺族であるピノ夫人の直筆サインが入っています。レギュラーエディション300部、ローマ数字バージョン225部、作家保存版75部、すり紙保存版5部、非売品10部の合計615部のシルクスクリーンの版画が制作されました。本作品は225部が制作されたローマ数字バージョンの中の一作です。ホアキン・トレンツリアドらしい華やかで品位を感じる素晴らしいバラの花の絵画です。制作されてから25年以上経過していますが、保存状態は完璧で、シミや焼け、波打ち、色落ちなど一切ありません。ちなみに額は新品です。ホアキン・トレンツリアドのコレクターやファンの方にはもちろん、美しいバラの花の絵画をお探しの方にぜひお勧めしたいシルクスクリーンの版画です。